ていう安心感があるから、そう、いやでもね、プルプルしてる。ジュンジュンの練習方法、正しいことをやり始めました。少しは休憩して練習してます。どう？ジュンちゃんが良くなる悪い癖が手が浮くのね、下をね。わ、怖くて出ません。怖いよね。頑張れ、頑張る。この感じね。この感じされた。この感じされた。やっぱ練習しないと腕なくて。順です。後ろ向いて手振る感じ。後ろ向いて手振ってくる感じ。後ろ向いて手振る。うん。結構すごいことが起きる。どう？いいよ。ナイス、出た。あ、結構新しい感じかも。でしょ？軽い。うん。なんかね、触れるんだよ。いや、いいか。後ろ向いて手振る。そう。怖いね。そうなの、ちょっと怖いんだけど。まあでもちょっと体痛い。なんか新しいことやり始めたよ。クラブ踏み始めた。お、いいんじゃない、今音良かったよ。何しろクラブ踏み始めました。右のかかと上げない。めっちゃいいショット打ってる。調整してます。いいじゃん。ちょっと今起き上がっちゃった。かかとを上げない練習です。ゴーゴーでバクリです。いいじゃん。音が違うだよね。分厚い、打ち込めてる。いやでもね、プルプルしてるよ。すごい、やっぱ使ってんだね。うん、ね、足上げないからさ、体幹で打つ。シマライトからさ、ほら、めっちゃいい球で、めっちゃいいじゃん。引きつけて、そう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 、いいじゃん。高さも出てきたし。で、引きつけるね。うん、でもさ、一瞬で治るからやっぱすごいよね。なんだろうね、さすが。おお、めっちゃいいじゃん、ね、やっぱそれだよ、これこれだね、うん、こんだけこっち向いてさ、後ろから見たらありえない。なんか向いてんなみたいに思う。でもこれで、ね、私まっすぐと外れてめっちゃ湧くんだよ。へえ、本当だ。まっすぐだね。まっすぐ、まっすぐ。これでいいって聞いて湧くんだ。私は多分まっすぐ行かないとダメな人なんで。そうね。後ろ向いて手を。はい。最後です。頑張ってください。後ろ向いて。おー、いい。あ、ジュンちゃん。めっちゃ飛んでない今。めっちゃ飛んでる。はい。はい、うちら守りに入らないようにしよう。飛ばなくなっちゃうから。お、今いい。今めっちゃ良かったよ、ね、触れてる、触れてるよね。あ、転がってった、登ってった。あ、登ってったよ。すごい、すごい。アイアンの練習ガンガンしてたから、ちょっと触れるようになってる。あ、最後の1球だ。はい、おはようございます。おはようございます。今日はお願いします。お願いします。試合の朝一です。おー、それでお願いします。本番、はい、まあまあ、お疲れ。今日はお疲れ様でした。どうでしたか、久々のドッテカスでは。
やっぱり練習はすごい大事で、コースばっかり行ってるとどうしてもミスしたくないとかいう気持ちが大きくなっちゃって、スイングがどんどん小さくなったりとか手でやったりとかしちゃうんで、練習でしっかり振っていく練習はしていかないとダメだなと思いました。やっぱスイングおかしいときって間手だから、あ、手が悪さしちゃう、うん、手がね一番、構えと手が良ければ多分そんなに悪い球は出ないと思うんですね。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。